はい、こんにちは。カートレスタジオの亀田です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まず一発目の動画はね、この正月で弱ったところをまず鍛えていきましょう。そしてその鍛える部分はやはり足です。足はね、やっぱり一番筋肉大きいんでね。そして弱ったらね、一番大変なところなんで、そこをまず一番に鍛えていきましょう。そして用意してもらうもの、今回は椅子です。椅子一つでね、スクワットするよりも効果的なスクワットを紹介します。ダンベルかバーベルがある人は用意してください。じゃあ行きます。はい、まずですね、足の甲を椅子に乗せましょう。そしてできるだけ足をね、前に持っていきます。そして重りを持ったままですね、バランスを取りながらまっすぐ膝を曲げていきましょう。でこの時にできれば右足よりも前足、伸ばしている足よりも曲げていく足をしっかり体重乗せましょう。ちょっと前かがみな感じですね。こういう感じで片足でスクワットをしているよりも少しだけ軽いぐらいの気持ちでね、できるだけ片足でスクワットするぐらいの気持ちで体重を乗せていきます。こういう感じですね。5、6、7、8、9、10。はい、足変えていきます。反対の足も一緒です。足の甲を乗せてできるだけ足を前にします。でもしね、この重りがない場合はですね、もう気をつけした状態、手を軽くね、握り拳を作ってですね、このまままっすぐ膝を曲げていきましょう。しっかり胸張ってですね、9、10、といった感じでですね、女性は今みたいに片足でしっかりねやっていくスクワット、ももの裏とお尻しっかり効きますんで、足を細くしたい人にも効果的なトレーニングになります。そして男性はね、やはり体脂肪を落とすっていうことが男性目標だと思うんで、そういった場合にもね、しっかり筋肉量を増やせれて、ボディメイクにね、足の筋肉つけるのが大事なんで、頑張ってみてください。